作品を通して何かほんの少しでもなんか勇気だったりとか元気をもらえたらいいなという思いでみんなで一生懸命、やらせていただきます。お楽しみに。自分の役以外ですよね。私はあの水野さんが演じている北浜お米役がすごいかっこよくて、なんか私もあのセリフ言いたいなって思いながらずっとあのお稽古してました。なので北浜お米をやりたいです。僕は、玉木さんがやってるワンオなんで盾をやったことがなくて、なんか持ったことはあるんですけど、今回も今も多くないしかない。なんであの玉木さんみたいにあのかっこいいこのシャカ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 っていう盾をあのいつかやりたいなと思ってます。なのでワンオやってみたいなと思っております。あ、そうですね。選べないんですけど。決めとけ。いや本当にそうですね。いやでも僕ラースイ、ね、ちょっともうちょっと僕が大人になったらああいうのいいなって思いますけど、まだちょっと中身も外側も見えないんで、もう少し大人になったらああやったちょっと何ですか、雰囲気のある男を演じられるようになりたいです。そうです。8割盾が減るならワンやりたいです。ワンの意味。今回2割ぐらいの盾でワンをやりたい。あんなに動き回るとちょっと年齢も年齢だけどっかしらが痛めてしまう。というのでワン、あの玉は玉木が個性的でかっこいいので、はい、僕はそうですね、逆にケイちゃんがやっている低いですかね。理由はあのケイちゃんの下につくのが嫌なのとケイちゃんに殴られるのがどうしても我慢ならないなんで覚えてたんだよ。我慢しながら、初日迎えたいと思います。稽古場の時からずっと思ってたんですけど、あの偽塚本自主郎ですね。はい、あの両運閣で、大歌が終わった後の、人からあれは羨ましいですよね。そこかよ。そこかよ。あそこです。あそこだけ変わってほしいなって今でも思ってます。はい、以上です。